豊受の御事と天寺さんの神なんか、まあ、あの上がってくるときにこの上ら辺に女の人がいたの。だからここ女の神様なんだと思ったの。その時になんとなくだけど天寺さん御神かなと思ってそれやっぱり合ってた。ここすごいこの神社すごいね。おすすめだね。涙出そうになっちゃったの今そこで ね、このなんていうの、鳥居から見るこの景色が素晴らしすぎる。いや、とっても良かったことの分が私、顔がそうかも。いや、そうかも。うん、メッセージもらってどのメッセージですか。個人的なメッセージだね、これは。なんか、この仕事をしてるっていうことを伝えたのね。
何で笑ってるの？今日笑いが出たの。どうしよう。なんか、なんだろう。なんか分かんないけど。どうしよう、笑いが。おかしい人だよね。楽しいね。その笑いなんか違うよね。なんかさ、ここテンションが高い。みたいな匂いしなかった？いや、もうすごい香りがする。天むすび観音様にご挨拶しよう。なんか私すごい感動するんだけど、ここどう？なんかさっきから鍾乳洞じゃなくて洞窟じゃねえのっていう疑問が鍾乳洞はどこにあるの？洞窟？ほら聞こえる。湿ってる。その顔よ。ほら、なんとなくこれ鍾乳洞だから、こういうちょっと軽くね、鍾乳石のほら白いつららが見られますって書いてあるじゃん。あ、この階段の先は急な上り階段がかなり続くらしい。こっち結構な感じ。まだわかんない。結構な感じ。うん、結構な感じ。結構な感じ、うん、ずっと先が見えないね。でも上がったら何が上がったら分かんない。下で待ってない。嘘でしょ、これこんな感じで行くの？うん。